はいどうも、エーテポンゲです。今日はね、降臨が来ております。この天啓のアバターラ、ベッシュヌ、この降臨行きましょう。8時から12時までですね。結構長いね。で、このキャラクターは、光なんで、パーティーで言ったら、正直、何でもいいんじゃないかな。ちょっとね、さっき、攻略動画、拝見してきました。マックスのね、マックスの、なんかね、ほら、爆弾出してくる、機械のやつとか、あとゾンビとかが出るみたいだから、ロボットキラー?いた方がいいかな。いなくてもいいんじゃないかな。この、ビシュヌ自体は、神なので、神キラーで、行けばいいと。だから、キーとか、ぐらいしか出てきません。で、ではね、神キラーがないので、これとかね、ゼロとかは神キラーなんだけど、魔王だから大丈夫かなとか、ね。ってのがあるし、闇なんで、闇と光は本当、ね、互いに潰し合う関係だから、正直あんまり連れて行きたくないので、自信ないんで、エテロ持っているね、今、一番強いパーティーで行こうかと思います。なんで、テキーラと、ユグドラシルと、イザナミ。イザナミのところをね、こいつ、沖田さん入れてもいいかなと思ったけど、あんまり強くないんだよね、あんまし強くないんだ。だから、今回は、イザナミでいきます。ではね、究極、攻略していきましょう。で、フレンドはどうしようかな。そうそう、フレンドってさ、これなんかよくさ、隠してる人いるけどさ、隠してる人っていうか、相手も隠してたんだけどさ、隠した方がいいのかな、これ。隠さないでいきます。モンタナとかどう?魔王キラーか。魔王キラー。これ使わせてもらおうかな。ヤマトタケル使わせてもらおうかな。タスカンしてるしね。ヤマタケ使わせてもらおうか。爆破系もいるしね。言っても。爆破系もいるし、この、乾燥してる。ヤマトタケルさんをお借りします。これで負けたらもう、ね、あんまり言うとちょっとフラグになるから、やめとこう。はい、では、行きましょう。まだね、これ、クリアはしてるんだけど、多分濃紺じゃなかったと思う。濃紺じゃないし、一匹もまだ落ちてません。溜めれそうだったらどんどん溜めていきましょう。なんか爆弾のキャラクターすごい早いね。1ターンで壊れる爆弾出してきたよ。ここ縦でいいんじゃないかな。縦で帰ってきてギュンギュンギュンだ。オッケー。
地味にね、爆弾地味に痛いから嫌なんだよな。ここも盾。調子いいね。調子いいね。まだステージ1だけども。まだステージ1だけども。ちょっと溜めれそうなんでね、じわじわ溜めていきましょう。うん、じわじわ行きましょう、じわじわ。テキーラ上。よっ。うん、2体ぐらいいればね、全然、ちょっと、おー、いいね。砂時計がいいですね。これ横だな。山竹は、ロックオンして、ワンウェイ撃っちゃうから。これ縦。いや、横でもいいな、これは。いいね、うん。これで一気に、稼げましたね。うん。あとは、ハート出てこないかな。ハート出ないかな。ハート出ないな。ちょっと一匹倒してるって今いいかも。まあいいでしょう。いいでしょう。うん。いいでしょう。で、進化前のやつが出てきたな。ビットン。雑魚処理もね、ハート育てつつ雑魚処理していきましょう。ゲージはちゃんとやった方がいいです。失敗した今のは普通に。はい。いいね、ハート2つ出てるから、全然余裕ですよ。うん。爆弾嫌だな。一個取ってもいいな。一個全然取ってもいい。うん。先に下のやつ倒したいんだけど、あんまり一気に下るとハート取っちゃうかな。ほら！もうなんか、ハートに吸い寄せられるわ、もう。ハートに手塚ゾーンだな。中途半端、今の、すごい中途半端。そろそろ倒そうぜ、あれ。もう爆弾が痛いから、もう。ちょっと、右かな。当てていきましょう。山竹に当たんなかったな。クロスレーザー撃ってくるみたいね。ハート出ましたね。ハートには当てないように。オッケー。うん。いてー。ハートには当てないように。おぉ！ 11 ターンかけちゃうと白爆発が来るみたいだね。いて。これ倒しちゃわないかな？大丈夫かな？上入れ。あ、オッケー。うん。結果オーライ。で、ハートまだ育たないな。これ急所当たったら死ぬな。次、金になるので、取る。オッケー！うん。
次ボスじゃないかな。まだです。カメ、もうここはあの貯める必要ないんでね、もうバリバリ倒していきましょう。できればテキーラはちょっと下に下ろしときたいな。テキーラ下に下ろしたいな。下ろしてから次行くか。下ろしてから次行くか。うん。まだだね。まだ大丈夫。ゾンビが出てるので、倒しちゃおう。先にどんどん倒していきましょう。ハート、頼みます。ハート出てきてください。これゾンビのゾンビ復活はあるかな？それ、あるないですごい重要やからね、そこは。あるのとないのでは本当に、全然違ってくるからね。ない、ないかな？ないんかな？うん。ちょっと早めに下のやつ、倒さないと。いいでしょう。うん。ハートが出てきてほしいです。先にこっち。うん。いいね。ハート来たね。ってことは、育てつつね、いきましょう。テキーラいい位置なんだけどな、下に、すごい下にいるし。これ無理だな、これ。無理だな。取っちゃおうか、もう。取って次進みましょう。取りたくない時に、取り。取ろうとした時に取れない。下に下に置いとくじゃい。ちょっとハート取りつつちょっと上がって、下にいたい時に入れず、あ、結構長いんだね。結構長いね、あのボスまで。あんまり気にしなくてもいいかもな、あのスキルダメとか。うん、そこまで気にしなくてもいいかもしれない。こんだけ長ければたまるよ。うん。うん。落ちた。いいね。これじゃあ、挟んで。ふん。どうや。20ターン。これスピクリ狙っていけんじゃない？スピクリを狙っていきましょう。テキーラとヤマタケさんに当てたいな。ゲージで言ったら、水色、緑、黄色、3ゲージ。普通に、届け。たけるくんにも当てたいから、下。爆弾うざいな。
ミスっていくやつ。マジで。次攻撃飛んでこないんで大丈夫。ちょっと爆弾さあ、もう落ち着きましょう。爆弾のやつマジでさあ、ああ今回はね、ドロップしなかったけどね。見事。攻略！